ヒロさんが思う仕事ができる人とできない人たちがいいですね。これね、最近ね、聞いたことがあった。と、要はね、仕事ができる人、できない人。つまり、できる人って、当然こう、成果を出したりとか、当然大きな売り上げを上げたりとか、いうのは、もともとたくさんの貢献をしたり、納税をたくさんしたりって言って、やっぱりこう、できる人。まあ、それに比べてこう、できない人っていうのはこう、いくつか特徴があると。もう、まずできる人の大いなる特徴、人に可愛がられたりとか、人を巻き込む力がすごく強い人。というのがね、結構共通だったりするんですよ。確かにまあできる男とかできる女でね、たった一人で会社をやって一人企業で、どん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 こう売り上げを伸ばしていくって人もまあある意味いいと思うんですけども、でもやっぱりね、大きく大きく世の中に対して貢献をするような意味でのできる人。やっぱり人をうまく使ったり、人を巻き込んだり、人に可愛がられる、愛されるっていう能力に長けてる人がすごく多いんです。なので、周りにいるこの成功者の方にインタビューをしてみたら、に可愛がられる人の特徴って何ですかね？言うと、当然その人柄とか、素直なとか、笑顔とか、キャラクターとか、いくつかの要因はこう出てきたんです。もう共通してね、言われたのが、スピードだったんです。これ結構意外で、あ、なるほどなぁ、みたいな。確かにね、上司としても、部下にね、何か指示をしたときに、どんなにクオリティが高くても飲んだら飲んだら飲んだらやって、おい、3日後かよ、みたいな。クオリティはそれなりに高いけども、なんかほうれん草も全くなく、なんか3日間、何をやっていたのかな、みたいな感じが、もしあったとしたら、ちょっとどうかな、感じなんですよね。やっぱりね、特に若いうちは、スピードとかをめちゃくちゃ意識して、で、若くなくても同様なんですけども、スピード感っていうのは、特に現代の、時代に合ってる。現代ってスピードが速いじゃないですか。変化も速いし、なんならこう、ドラマのテンポ感が、YouTube がそもそもテンポ速いんですよ。僕は結構喋りが速い方なんで、あんまり編集いらないんですけども、他の YouTuber さんってのは結構ほら、間の隙間を縫って、ってこう場面が切り替わるような、そういう編集の仕方しますよね。だから今の YouTube 世代の子にとっては、今のテレビの、もう耐えられないんですって。テレビってほら、昭和も平成もさ、なんか、めちゃめちゃいいところで、穴に落ちるみたいなところで CM が入って、CM がもう長いな、CM も2分、3分あるやんみたいな、ようやく再開したと思ったら、またこの人が穴に落ちる30秒ぐらい前の下りから、また穴に落ちるみたいな。下手するとそこでもう一回ね、なんか逆の、別の CM が入るとかさ、ぐらい引っ張ったりしますよね。超名場面とか、があったりすると。なので、名がね、今の若い世代とかに、軽くてしょうがないんです。編集して余計な隙間を切って、ペペペペッとこう展開したり、結論から知りたいみたいなところがあったりするんで、なのでスピード感ってやっぱすごく大事。で、これ職場においても、例えば人間関係においてもそうなんですけど、皆さんのどうですかね？何か頼み事とかをした時に、いつまで経っても返信が返ってこない人。忙しいのはわかるんだけど、なんか3日経っても4日経っても返ってこないって人って、現代では、ちょっとできない人扱いされてもおかしくないんですよ。逆にね、たとえちょっと返信が雑であったとしても、ちょっと返信がくれる人とかは、スピード速くてありがたいなっていうところは絶対あると思うし、スピードレスも速ければ、対応がめちゃめちゃ丁寧だっていう人がいたとしたら、できる人だなっていうのが、見てもらいやすい部分はありますね。これ職場によってはもちろんなので、上司に何か言われた時に、さっきも言ったんですよ。はいって返事で。キビキビと、それなりのクオリティはもちろん担保しなきゃいけない。もう、やっぱりね、基本的に上司にまあ、もし可能であれば質問もして、すいません、ちょっとクオリティ高く仕上げたいので、ちょっとご相談があるんですけども、ね、何でもかんでも相談してると思う。何でもかんでも俺に聞くなよって言われることもあるかもしれない。で、大前提をちゃんとして、で、できるだけ早く仕上げたいと思って、ちょっとご相談させていただくんですけれども、で、キビキビと聞いて、キビキビ動いて、パッと提出する。部下がいたら、これはやっぱり可愛がられるわけ。基本的な礼儀とか、挨拶とか、笑顔とかは大前提として、その仕事ができるできない。そしてまた可愛がられる可愛がられないは、少なくとも社会人、今の社会人は、スピード感って絶対大事なんだろうなっていうのは、めちゃめちゃ感じます。周りにいる成功者の方、経営者の方に聞いても、スピード感ってやっぱすごく意識してる。
し、レッスンが遅い人ってほとんどいないんですよ。なので、そのあたりやっぱこう意識してもらうだけでも、まずスピードが意識すると、可愛がられたり、愛されたり、必要とされる率もちょっと上がる。で、かつ、それが総じて人を巻き込める人って、要は人間って、できる人って何でもできる人じゃない。能力って足りないところ絶対あるわけですから、例えば津田広明で言うと、こうやってこう話をしたり、人の心に火をつけたり、元気にしたりっていう能力は、比較的長けてるのかなと個人的に思ってるんですけど、長けてなかったらごめんなさい。長けてるかなと思うんですけども、例えば事務能力なんかももうひどいんですよ、本当に。ああいう細かい仕事ってすごくいい。なので、そういう時にですね、本当にこうスピード感をまずは意識。だけで愛されて必要とされて結局人を巻き込めてお手伝いもしてもらえて力も貸してもらえてできる人間になっていくっていう、いいこう相乗効果があるんじゃないかなと思ってるんですよ。で、できる人って言うと当然ね、その段取りよく仕事ができたりとか、大きな成果を出せる人っていうイメージがあると思うけど、そこへもちろん行くためにもちょっとスピード感を意識する、キビキビハキハキ、そしてスピード感とともに意識してほしいのがエネルギーなんです。スピードってエネルギーを生み出す。ね。例えば車でも最初って走り出すときは大きなエネルギーがいると、その後ね、スピードを出してうーんって走り始めるとこう、ある意味惰性でもこうギューッと回り始めるじゃないですか。だからね、スピードっていうのは、当然大きなエネルギーを生み出す。人間ってスピードが好きなんですよね。僕これよく言うんですけど、なんで世界で一番100メーター走を走る人にこんなに興奮するんですか？ボルトさんには本当に申し訳ないです。アスリートの方には申し訳ないです。冗談ですけど、そんなに大事かって、冷静に考えると思いませんか？そんなに別に、なんか誰よりも早く走れたところで、チーターとかには絶対叶わないかもしれないし、なんなら犬にも叶わないかもしれないしって、人間として100メーター走がそんなに早く走れることって大事かってか、よくよく考えると、そのスピード世界一を決めることに何か意味があるだろうかってこといっぱいあると思うんですが、人間はスピードが速いもんって好きだったりする。そうですよね。だって、100メーター走を人類で一番遅く、走った人を決める選手権があったっていいじゃないですか。8年6ヶ月と14日かかりましたって人がいたって全然いいと思うんだけど、何そんな選手権だけど絶対受けないわけ、ね、でも100メーター誰よりも早く走れる人選手権はオリンピックでもある意味一番盛り上がったりする。考えていくと人間ってスピードが好き。スピードはやっぱエネルギーを。あなたがスピーディーに動くだけでね、本当にこう、周りの巻き込めていく割合ってね、上がっていったりするんですよ。なので、スピード感を大事にする。原理原則、今の時代の特に人類にとっては、なんかコツというか、誰でもある意味こう意識はできる。私、ゆっくりなんですよ、ノロマなんですよ、いう人もいると思うんですけど、あなたなりでいいでしょ？やっぱスピード速い人って速いですから、やっぱりね、能力の持って生まれた差もあるじゃないですか。僕らがボルトのように速く走れないし、どんだけ努力してもやっぱボルトさんを上回ることはなかなか難しい。持って生まれたものとか環境とかもあると思う。あなたなりのスピード感とか、感じのいいキビキビ感だったり。っていうのはね、万人共通でやっぱり愛される要因だと。で、そんでできる人になっていけるね。そんな大事なこう、要素になっていくのではないかなと、個人的には思ったりしております。ありがとうございました。素敵な質問でした。